はい、どうもこんにちは、翔平と、さでーす。はい、ということで、まあ、引き続きやっていくんですけども、今日はですね、さっき上蔵さんの髪をちょきちょき切ったんで、上蔵さんの髪を使ってワックスレビューしていこうかなっていうね、新たなちょっとね、試みをやっていこうかなって思ってます。まあ、いつも僕ね、この髪難毛なんで、たまには上蔵さんのこの直毛剛毛のね、この髪を使ってね、ワックスレビューしていこうかなって思います。はい。はい、ということで、今日使うワックスはこちらってねーん。お、なんですか？オーシャントリコの線。そうなんですよ。このね、私たちが、これを紹介するってなかなかね、大向きのある内容ですね。まあなかなかないですよね。まあ、深くは触れないんですけども、はい、今日はこちらクレイトナチュラルを使ってやっていくんですけども。初めてですね。そうですね。このクレイトナチュラルをこう混ぜるのが僕の中で非常に優秀で、で僕みたいな難毛でも使えるし、こういう上蔵さんみたいなね、髪硬い人でもふわっとしたね、セットができるっていうことで、今日はね、この剛毛の上蔵さんの髪を使って、どんな感じになるかやっていきたいと思います。お願いします。ちょっとまあ、ゆるっとふわっとした感じで今日はやっていきたい、やってます。ふわっとふわっとですね。はい。もうベタベタですよ。アイロンしてもベタベタですよ。すいません、ちゃんと取ってくださいね、だって。ありがとうございます。正直何もですけど、気合で頑張ります。休むときは休んでくださいね。夜中まで頑張らなくても大丈夫。まあでもね、今は本当に頑張り時なんで、YouTube にちょっといろいろ可能性を感じてるんで、僕は自分のできることをやるまでです。です。あたます。真の美容師 YouTuber のチョチさん、応援してます。ありがとうございます。嬉しいですね。そうやってね、やっぱ、こうやって動画をね、楽しみにしてくれる人がいるから僕もこう、頑張ろうかなって思えるんでね。本当に嬉しいですね。ぜひ動画やら、ツイッターやらコメントください。ちょうど1ヶ月と1日前に、翔平さんにカットしてもらいました。おぉ、ありがとうございます。伸びてきた。ぜひまたお待ちしてます。まあ、1ヶ月だからね、だいぶ伸びるね。まあでも1ヶ月からだいたい1ヶ月半ぐらい持つように切ってるんで。なんか今これやってたら上園さん、僕今度激タバやってみたいです。1時間ぐらいかけて。いや、何でも。じゃあ上園さんになったんで、こちらナチュラルを2対クレイ1ぐらいでやっていきます。こんな感じですね。こんな香りですよ。こんな感じなんだ、オーシャンの。初めて。うん。ジャス。これがワックスつけていますよ。まあ、あ、もうこれで完成ですよ。はい、はい、これで終わりました。ありがとうございました。こんなクソキャバな感じ。いいよ、ないですかね。皆さんやっぱ春休みだからね、髪色染めたいんだろうね、きっと。やっぱブリーチすればするほどね、こう上園さんみたいなこの透明感、色落ちしても透明感出るんで、めちゃくちゃいいですよね。でもちょっとまあやっぱパサついちゃうんで、そこをカバーするのが、フラワーズね。フラ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 25人の方、ありがとうございます。よーくね、もみもみしていきます。あ、ダブルシャイさん、こんにちは。あ、グッチャス、もみってますね、今1ヶ月ぐらいに。どのくらい洋服にお金かけてますか？僕、先月0円ですね。僕、1ヶ月0円です。洋服にお金あんまかけないですよ、僕。あの、整形によくかけお金かけてるんで。あ、違いました。そしたらもっといい顔だろうね。ふざけんなよ。ふわってますね。タバコやばいっすね。あれです。ちょっとふわっとした感じでやったんですけど、まあ、こんな感じでね、やっぱりあのいろんな髪質に使えるかなって思います。クレイのワックスかなりパサつきがあるんで、まあこれに何だろうな、ナチュラルのペアだったり、僕は中野の4とかこういう緩い系のファイバー系のワックス、すごい相性いいかなって思いますね。僕だったらこれ単体でもいけるんですけど、上園さんとかね、髪硬い人ちょっと引っかかりやすいっていう方は、こういうファイバー系のワックス混ぜるとよりね、こうふわっとしたスタイル作りやすくなるんじゃないかなと思いました。上園さんなんかどうです？なんかふわっていな感じでもできていいのかなと。なるほどですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この動画参考になったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。上園さんのアカウントも下に載っけとくんで、そちらのチェックよろしくお願いします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。あっしゃ。